うんま。マジ？日本語出しまったもんよ。もう怖え。今日はですね、あともう一人、ズズさんが、来るんですけれども、10時頃に、合流予定ということで、最初は一人かけた10名で、やっていきます。できるかどうかわかんないけど、ズズが来た時になんかめっちゃ険悪になってるからめっちゃブチ切れるってやつをどっちかやりたいなって思って。ああ、いいですね。いいですね。普段怒らん人ズズ、あ、いいね。普段怒らない人怒ってる方がいい。はい。ズズが来た1試合だけただただガチンコでアモンガスをやってちょっとヒートアップするっていう。ああいいね。なるほどなるほど。わざとしてる感じ。俺そのツッコミで俺笑っちゃってやばいな。俺笑っちゃいそうで怖いわ。あ、いいですか。いいです。勉強になるな。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、すいません、すいません、遅れさまでした。すいません。あ、全然大丈夫です。大丈夫ですよ。全然。一応ズズさん、ね、あの視聴者さんに。あ、そうか。もうちょっと喋って。自己紹介だけお願いします。そうですよね。多分僕のこと知らない人いますもんね。うい。はい。なえ、すっごい。いや、ごめんなさい。はい、多分僕のこと知らない方たくさんいらっしゃると思いますので、自己紹介させていただきますね。膝、膝、肘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 、ずず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 です。ずずでございます。ね。大丈夫、大丈夫、本当に。大喧嘩した、大喧嘩とかした、状況だけ、大丈夫本当に。ずずずずず。大丈夫。一生懸命やってくれれば。俺だけテンションが違うんだよ。聞こえないですかね。あれ、キッチンから行きます。すいません、すいません、スキップ入れます。じゃあスキップ入れます。高田さん今日ミニっすか。あ、ミニだ。あ、そうそう、高田さんがミニ。あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。はいはい、まあ普通に頑張ってやりますわ。はい、そっか、こんな感じか。そうか。どうしたんです。どうした。あ、ごめんなさい、何でもすいません。どうした。これやばい、これやばいわ。俺が何？どうしたの？あ、ごめんなさい。いや、大丈夫です。いや、なんかめっちゃみんな真剣やなと思って。面白いこと言うせんやのに、なんかみんな真剣やなと思って。なんか。え？ズズは何時に来た？え？何時に来た？僕、10時15分ぐらい。うん、だよね、だよね。うん。やめて、考えてみたいな、怒らないってみたいな、やめて。よしよし、ナイスボタン。はいはいはい、ナイスボタン。おいー、ボタン押しました。リアクターに停電直しました。はい、停電勝ち合ってますね。僕、展望デッキで停電直します。リアクター右で俺勝ち合いました。そうね、番長さん多分キッチンいたんで、多分停電いってるの本当だと思います。はいはい、ズズスキップ、ズズちょっと早めに。ミニの、ミニ進んじゃうからスキップ早めに入れて。そうです、そうか。どうしたん。いや、ごめんなさい。やべえ、マジか。やべえ。ダメだよ。勝ってんの。お、マジか。お、あれ、オラフ君、オラフ君、オラ君、メインかシャワーホメ行ったと思う。はい、直前まで生きていました。めちゃくちゃ直近キルです。実際めちゃくちゃかけ丸のセルフっぽく見えるけど、僕目線はめちゃくちゃ高田さんのキルに見えます。はい、そうやって弁当って否定できる。俺が弁どっか行ってから弁当開いたらわかんないけど、弁当があるんだとしたら貨物にズズマを見てるよ。そう、ズズマをで、俺ズズを置いて診察まで行ってるんで、あの、ズズの白が出せなくて、まあ本当っぽいな、言ってるのも。僕、ボタン押しましょう。じゃあ、僕もボタン押しに行きます。ズズも赤い。いや、僕じゃないです、ほんと。いや、オッケー、ナイス。いや、あ、治って最速よ。最速、最速。いや、最速ではない。ナイス、ナイス。
ズズマさんどこに、まあ、どういう状況だったの？ズズさっき僕じゃないですしか言ってないよね。さっき。いやそれだって時間がなかったから、あのサクってそれしか言えない。じゃあちょっとその経路とか説明してもらって。後半は、あ、いや、っていうか、まあ、アーカイブ、ラウンジで貨物のルート行ってて、そこでもう何人かとすれ違ってます。一番最後、真央さんとも会ってますし、途中ではっちゃんとも会ってますし。で、停電直し、はい、うん。停電直しに会ってるから。停電直しに行かなかった。貨物やって、そのまんま下行った、下行った。あ、じゃあ真央さんの後、俺、診察抜けてたけど。あ、診察抜けてくのは見てない。だって、停電だから。真央的に頭痛は、どうなの？いや、全然あると思いますよ。あると思います、全然。黒塗りしてください、僕を。黒塗りしてください。え？どういうこと？ごめん、一個だけ聞かせてください。いや、ちょっと待って。これ直近じゃない？原稿班、いや原稿班もバン。いや違います。エレキの中で聞いた。声なんか聞いた記憶もあるしちゃんと。いやでも俺そうなってくる俺ですよ。僕右にいました。あ僕はいましたけど。高田さんですよね。俺が聞いた。分かんない。あもう完全に俺はもう目の前で番長が聞いた。はい、ちょっとずれかな。とりあえず。いやいや、でも、いや、待ってください。いや、全然喋ってないじゃないですか。番長目線は、高田さんは白出せる。いや、しかないじゃないですか。いや、普通喋る、普通喋る時間ないのに。いや、無理っすよね、そんな辛い。まあ、その、いい、いい、バチバチいいよ。いい、バチバチだね。めっちゃ怖い。いや、ほんま。ひどい。どうだしよう。これはやばい、めちゃくちゃ怖い。どうだったかな。大丈夫かな。最高のギスギス加減だと思う。よかったっすか。めちゃくちゃ怖いっすよ。完璧。結構止まんないと思う。やったぜ。初手キルだっけの時のオラフ君が死んだ時に、候補になってるのが、影丸君、剣士、ズズの3人だったから、剣士は2つのキル位置なので面白いこと優先だから、まあ、確率的にそうか、可能性的に高くなるってことだよね。いやだったらズズから捨ててほしい。終わんなかったらねっていう。え、待って、なんでそうなの。だって高田さんがだって今俺になっちゃうの、それってなって。そこまで俺罪をなすりつけてくる真央さんとかのあれが怖い。だって真央さんだって可能性はあるでしょ。バイタル言ってるとは言ってるけど、そこ見てる人に。だったらさ、ズズのルートがさ、乗っかってる。ズズさんが乗っかってる。俺とすれ違ってないんだったら、下まで行ってないもん。俺だって貨物から下まで行ってないよ。貨物から診察に通ってない。失礼だよ。困ってるもん、俺は。オッケー。検視視点だとこれで一人が連れてんだよね。検視視点だと。あ、俺視点はもう連れてる。いやでも。マジ俺レポートする意味ないよ、それな、釣られる。タスク進行。そうやったらレポートして。マジ？マジ？ボタン閉まった方がいいよ。ため息すごすぎる。これはやばいな。これはやばいって。高田さんやばいってこれ。面白すぎるって。もう怖え。怖え。もう怖えわ。なんで誰も喋らんやん、霊界で。なんやこれ。しか、何？やりますね。あ、そうだ、ボタン押した。あ、先のお兄貴の死人ある？ない。これ死人ない。右が分かれてる。これズズさんが勝った方がおもろいんかな。これズズ浮いてね。確かに。いや、みんな浮いてんじゃないの。え、みんな固まってったってこと。これズズどこいたの。え、俺は、脈が鳴ってるけど、タスクがあれ全然だから、エレクトリカル行って、そこでタスクこなして、もう大体それで終わったから、メイン、エンジン、宿舎、リフトって言って、そこでスナーパイさんとマオさんと会った。まあ、治ってから。確かに前半浮いてるっちゃ浮いてるけど、そうなったらハッちゃんがリアクター直した後の行方とか誰も見てないでしょ。そこでキルした可能性あるよ。だからキルしてレポートっていう可能性もあるから。重く
重てぇ空気。高田村でも見たことねえぞ、こんなえ、そうじゃん。いや、でも俺にはしてないですよ、全然。あ、死にしてない。長すぎるって班長めちゃくちゃ怖かったよな。あ、死んでる、かっちゃん。何やってる。シンプルに間違えた。スナパイさんがきっと飲みました。試合終わってみんな帰ってきたらみんなで大盛り上がりしてあげよう。キッキンは来て、うん、それでモニター見ようと思ったんだけど、そこでハッちゃんが来たから、うん、あーまあそっか、うまいな。どうやって来たの。いや、うまいとかじゃなくてもうそうなのよ。負けるんかい。いや、よく頑張ったよ、ズズー。ジジー、ジジー、ナイスズズさん、惜しかったね。33年まで行ったらもうちょっとだったんだけどな。ジジーやるねー。ジジー最後まで僕が上がんなかったな。いや、上がんなかったな。笑わんかったな。さすがだよマジで。じゃあなんかあったんかな、なんかうるせんとか潰されたんかなって思ったから。なんかマジでなんか全然ドッキリ大成功。とか会議中ガチ切れしてるから。あれ言ったなと思って。